レオンは、セアトが製造、販売している、ハッチバック及びステーションワゴンである。1998年発表。フォルクスワーゲングループの傘下であるセアトの2代目、トレドが、4ドアセダンの社名となりトレドのハッチバック版に、レオンの名前を付けたことで、初代レオンが誕生した。これにより、2代目からのトレドと、初代レオンは共にフォルクスワーゲングループの A プラットフォーム使用し、トレドからの派生車種であったため初代レオンと2代目、トレドは、形式番号が、同一の 1M である。この車種は、セアトの、初めての C セグメントモデルであるが、VW グループ傘下セアトには、ゴルフのノウハウや、共通部品があり、技術的未成熟な点は特に見当たらない車種であった。販売戦略的に、同一セグメントのフォルクスワーゲンゴルフなどより、スポーティなイメージを前面に押し出している。後述のキュプラ R 等のモデルがあるように、エンジンラインナップも多岐にわたり、ディーゼルエンジンモデルも用意されている。また131馬力以上の車には6速 MT が標準装備され、キュプラ R などの上級グレード車にはマルチリンク式サスペンションが装備されている。デザインはジョルジェット10ジアーロによるもの。2006年5月に生産を終了した。キュプラ R キュプラ4その他に150馬力を発揮する 1.9 リットルディーゼルエンジン TD を装備したキュプラ 4TD というモデルも存在したが、販売後わずか1年でこの名前のグレードが販売されなくなった。このモデルの TD を装備した車自体は存在したが、名前がエボリューション、トップスポーツなどの名前に変わって販売されていたが、その後 FR として統一され、キュプラに次ぐスポーツモデルとして、後の2代目、レオンのグレード名に使用されることとなる。2005年5月より生産開始。引き続き VW グループの A プラットフォーム使用しているが、2代目レオンと3代目トレドでは形式番号が別である。これは3代目トレドがアルテアからの派生車種であることが理由である。デザインは元アルファロメオチーフデザイナーのアルテル・デシルバが言った。デザインの方向性はアルテアからとなっており、特徴的な部分として、フロントに黒いワイパーモール、リアピラーにある、ドアハンドル、このスタイルはシルバがいた、アルファロメオの車にもあったなどが挙げられる。FR キュプラコパエディションストリートコパリミテッド。エディションキュプラ310リミテッドエディション2012年9月、パリモーターショーにおいて3代目モデルを発表。車体骨格にモジュールプラットフォーム、MQB を、アウディ A3。フォルクスワーゲンゴルフと同様に採用する。2013年3月5日、3ドアハッチバックモデル、SC を追加。ホイールベースを5ドアモデルに比べ 35mm 短縮した。2013年9月、フランクフルトモーターショーにおいて、ワゴンモデルの ST を発表した。車両重量を5ドアモデルに比べ 45kg 増の 1233kg とした。2014年6月、ST をベースとしたクロスオーバー SUV モデルのエクスペリエンスを欧州で発表した。駆動方式は 4WD で車高を若干引き上げている。2015年9月14日、フランクフルトモーターショーにて、レオンクロススポーツを初公開。レオン SC の高性能グレード、クプラをベースに、クロスオーバー車らしい装備が装着、最低地上高を 41mm 引き上げた。搭載される 2.0 リットル直列4、気筒直噴ガソリンターボエンジンは最高出力 300PS、最大トルク 38.7kgm を発揮する。トランスミッションは6速 DSG で、駆動方式は 4WD。0時速 100km 加速は 4.9 秒である。2017年1月、マイナーチェンジを実施。エクステリアの変更は、グリルの 40mm 拡大など、小規模な変更に留めた。新たなパワートレインとして 1.0 リットル3、気筒ターボエンジンと 1.6 リットルディーゼルエンジンが導入された。2018年8月、3ドアモデル。SC を廃止。2014年3月、ジュネーブモーターショーにて高性能モデル、クプラ280を公開。クプラは 2.0 リットル直列4、気筒直噴ガソリンターボエンジンを搭載し、最高出力 265PS、最大トルク 35.7kgm。クプラ280は、クプラと同じエンジンを搭載しながらも、最高出力が 280PS へ引き上げられ、0時速 100km 加速は 5.7 秒、最高速度時速 250km である。また、これらのモデルの初公開と同時に、クプラ280のニュルブルクリンク北コースにおける、ラップタイムについて、7分58秒44の記録を打ち立てたと発表。これまで、量産 FF 車でのニュルブルクリンク北コースにおける最速ラップタイムは、ルノーメガーヌ RS トロフィが2011年6月に打ち立てた8分7秒97で、今回はその記録を9秒以上短縮した。その後、2014年には、ルノーメガーヌ RS275 トロフィー R が記録を塗り替えた。2015年3月3日、ステーションワゴン版 ST におけるクプラ280を初公開した。2015年9月15日、フランクフルトモーターショーにてクプラ290を初公開。3ドア、5ドア、ステーションワゴンそれぞれに設定される。クプラ280のパワーアップ版で最高出力が 290PS へ 10PS 引き上げられた。2017年よりリリースされたクプラ300は最高出力を 300PS に引き上げ、0時速 100km 加速は 5.8 秒。1984cc 直列4気筒エンジンに6速 MT または6速 DCT を組み合わせ、駆動方式は FF のみ。ただし、ステーションワゴン版の ST のみ 4WD と DCT を組み合わせている。2017年後半にリリースされたクプラ R は799台限定でそのうち300台は最高出力 300PS を発揮する 2.0 ルッツィエンジンに6速 DSG を組み合わせる。残りの499台は最高出力を 10PS 引き上げ 310PS となっており、6速 MT を組み合わせている。2020年1月28日、発表。基本骨格には8代目フォルクスワーゲンゴルフや4代目、アウディ A3 4代目、シュコダオクタビアなど、フォルクスワーゲングループで広く用いられる、MQB エボプラットフォームが採用されている。ヘッドライトは、フル LED を、テールランプは横一文字に結んだデザインを採用した。パワートレインは、ガソリンエンジン、ディーゼルエンジン、CNG、マイルドハイブリッド、プラグインハイブリッドが用意された。1.0 リットル直列3、気筒ターボガソリンエンジンには最高出力 90PS と 110PS の2種類を、1.5 リットル直列4、気筒ターボガソリンエンジンには最高出力 130PS と 150PS の2種類を設定した。また、最高出力 190PS を発揮する 2.0 リットルガソリンエンジンも設定される。マイルドハイブリッドモデルには 48V マイルドハイブリッドシステムが搭載されている。プラグインハイブリッドモデルは E ハイブリッドと呼ばれ、5ドアモデルとステーションワゴン両方に設定される。1.4 リットルガソリンエンジンに 13kWh リチウム4電池、6速。DSG を組み合わせ、システム全体で最高出力 204PS、最大トルク 350Nm を発揮する。2018年、クプラは、ブランド独立したため、当モデルからは、クプラレオンと呼ばれる。2020年2月20日、発表。プラグインハイブリッドモデル、E ハイブリッドは 1.4 リットルガソリンエンジンに13kWh リチウム4電池を組み合わせ、システム全体で最高出力 245PS、最大トルク 400Nm を発揮する。ガソリンモデルは、すべて 2.0 ルッツィを搭載し、最高出力 245PS、300PS、310PS の3種類。310PS 仕様は ST のみ選択できる。レオンはスペイン北部カンタブリカ山脈のふもとにある都市レオンに由来する。ありがとうございます。